みなさん、こんにちは。私たち、マーブルエンジェルです。よろしくお願いします。それでは、まず自己紹介から始めます。マーブルエンジェルリーダーの山口あゆか。続いてしおり。続いてあおい。続いてももは。いっせーので、マーブルエンジェル。はい、山口あゆか、高校1年生の15歳です。この明るさと笑顔が自慢です。よろしくお願いします。私の名前は高田勝利です。小学6年生の11歳です。メンバーでは一番ちびっこなんだけど、メンバーよりも負けずに一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。しおりよりー。はい、マーブルエンジェルの葵です。小学6年生の11歳です。おしゃべりカミカミな葵ですが、どうぞよろしくお願いします。葵。はい、マーブエンジェル最年少のももはです。小学3年生の8歳です。いつもはメガネっ子ですが、ライブでは一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ももは、ぜひ私たちの名前を覚えて帰ってください。はい、お願いします。それでは次の曲に行きたいと思います。皆さん、次の曲は乗りやすいと思うので、ぜひまた手拍子をしていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、それでは聴いてください。今夜のバカンス。いただいたんですけど、今日も博多弁で、私たち福岡から来たので博多弁でまた話していこうと思ったい。はい、はい、
皆さん、博多弁は可愛いと思いませんか？思いませんか？やろう。今めちゃくちゃ私たちに緊張するって。それでは今から博多弁で自己紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあまたあゆからいきたいと思います。山口あゆかって言うたい。高校1年生の15歳になるじゃん。特技はドラムと歌うことばい。これからも頑張るけん応援よろしくお願いします。あゆちゃん。はい、次しおりんが言います。しおりんは福岡のアイドルなんだけど、福岡に住んでなくて福岡弁じゃないから福岡弁でよく喋れるかどうかわからないけど、頑張って福岡弁に福岡弁で喋ります。途中で関西弁になっちゃうかもしれない。苦しまらなかった。ごめん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 。関西弁でいい？うちの名前は高田勝利です。小学6年生の11歳やで。得意な将来の夢はいつも元気で笑顔が可愛い女優さんになることやで。特技なことは歌を歌うことです。よかったら応援してくれると嬉しいな。はい、小学6年生11歳の葵です。今日私たち頑張るけんみんな応援してくれんと、寂しいけんみんな応援してね。葵。最後はももは行きます。私の名前はももはって言うとよ。小学3年生の8歳なんよ。みんな応援よろしくね。ももは。はい、じゃあ今から博多弁で、博多弁で違う、質問をしていきたいと思っちゃうけど、じゃあ福岡で好きな食べ物ある？はい、はい、しおりん。しおりん渋いんだけど、漬物とか梅が大好きで、よく漬物をしおりんご飯と一緒に食べるんだけど、漬物がすっごい美味しいんだよ。美味しいよ。よかったらマーブレンジェのライブを見に来てくれた帰りとかに漬物を買って食べり食べり。他は？はい、じゃあ葵。はい、じゃあ葵の博多の美味しいやつは、博多ラーメンが一番美味しいね。ラーメンね、本当に。平成最後の昼ご飯もラーメンやし、2018年の最後の昼ご飯もラーメンだったので、そう、大好きなので皆さんもぜひ食べてください。食べてね、食べて。はい、あ、じゃあももは。はい、私が、福岡で好きなのは通りもんだよ。すごく美味しいから、ぜひみんな福岡に行った時に買って食べり食べり。なんか中にあんこみたいなの美味しいので皆さん食べてください。甘いですよ。そうやっぱ博多弁皆さん可愛いと思いませんか？思いませんか？皆さん、じゃあもっと盛り上がっていきましょう。イエーイ。はい、それでは聞いてください。学園天国。
ステージにまた来ていただけたら嬉しいです。はい、以上私たちマーブレ